ビセンテロドリゲス議前は、スペインバレンシア出身の元サッカー選手。元スペイン代表。ポジションは MF。登録名は、ビセンテ。優れたテクニックや、得点能力を兼ね備えた左ウィンガーであったが、幾度もの怪我によってその才能を十分に発揮できないでいた。幼少時代から、地元のクラブバレンシア CF を応援していた。バレンシアにある。 レバンテ UD の下部組織に入団し、16歳だった1997年11月23日に CD レガネス戦でトップチームデビューした。セグンダ・ディビシオンに属していたレバンテ UD での活躍からアーセナル FC、バレンシア CF、レアル・マドリードなどが注目する存在となり、2000年夏にバレンシア CF に移籍した。 左ウィングのキリゴンサレスとのポジション争いに勝利し、2000からレイチシーズンはプリメーラディビシオン初、挑戦ながら33試合に出場して5得点を上げる活躍を見せた。それに加えて UEFA チャンピオンズリーグでは13試合に出場したが、バイエル・ミューンヘンとの決勝戦はベンチで敗戦を眺めた。2001年夏にラファエル・ベニテス監督が就任すると、 自身の出場試合数、得点数は減らしたが30年ぶりのリーグ優勝を果たした。2003から04シーズンは33試合出場12得点と絶好調で自身2度目のリーグ優勝を果たし、UEFA カップでは7試合に出場して2得点をマークし、決勝ではミスタの得点をアシストして優勝に貢献した。2004年夏にはビッグクラブからの誘いがあったが、 バレンシア CF との契約を4年延長した。2004年のバロンドール投票では1ポイントを獲得して28位にランクインした。イタリア人のクラウリ・オラニエリ監督が就任したことや、足首の怪我に悩まされたことから、出場機会を減らし、2004から05シーズンのリーグ戦出場はわずか12試合にとどまり、チームも7位に終わった。 2005から06シーズンも足首の怪我に苦しみ、優勝した FC バルセロナから勝ち点11も、離された。足首の他にもしばしば怪我で離脱したが、2006から07シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ、チェルシー FC 戦ファーストレグでは太ももを負傷し、その後のシーズンを棒に振った。ダビド・シルバが対等したこともあり、リーグ戦出場は16試合にとどまった。 2007年9月には、クラブのメディカルスタッフが、ビセンテの筋肉トラブルは、彼の精神的な問題によるものと発言し、それに対して、不満を爆発させた。UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のイフ、エルフスボリ戦で復活弾を決めたが、トレーニング中の負傷により、ベンチから眺める試合が続き、2007から08、シーズンは17試合出場にとどまった。 2008から09シーズンは、フアンマヌエル・マタとの交代で出場することが多かったが、過去もシーズンで最多の27試合に出場し、6得点を挙げた。2009から10シーズンは前半戦を丸々棒に振り、2010年1月6日にリーグ戦初出場を果たした。怪我や若手の対等で出場機会が減っていき、契約最終年である2010から11シーズンも、 途中出場を含め17試合に止まった。契約の延長はされず、11年過ごしたクラブを契約満了で退団した。2011年8月、フットボールリーグチャンピオンシップに昇格した、ブライトンホーブ・アルビオン FC と1年契約を結んだ。2014年4月17日に現役引退を発表した。1998年には UEFAU-16。 欧州選手権に出場し、1999年にはイケルカシー・ジャスラと共に UEFA カフメリディアンカップを制した。2001年3月のサッカーフランス代表との親善試合でスペイン代表デビューした。2002FIFA ワールドカップの本大会参加メンバーからは落選したが、ポルトガルで開催された UEFA 欧州選手権2004には選ばれ、 グループリーグ3試合すべてに出場した。2005年10月、スペイン代表合宿中に、カルレスプジョルに足首を激しく削られ、特っくみ合いの喧嘩になったことがある。2006FIFA ワールドカップのスペイン代表候補27名に、残ったが、本大会出場メンバーからは落選した。38試合、3得点。ありがとうございます。